モルディブ国防軍はモルディブ共和国の軍隊。モルディブ諸島に人々が住み始めた頃から軍隊が形作られていたことが歴史的に証明されている。1573年にはムハンマド・タクルファーヌ・アルアウザムに率いられた抵抗軍がポルトガルの占領軍を撃退した。しかし現代につながる近代軍の創設は イギリス領モルディブ体制下の1892年のことであった。1932年、最初の憲法が起草されて、選挙君主制に移行するのと合わせて、軍政部門として、平和安全保障室が設置された。そして1968年に、共和制に移行するのと合わせて、軍政部門は、公安省に、そして5年後には、司令部機構も、 国家保安隊本部に解消された。なお1940年代からは警察機能を兼任するようになっており、一部の要員が捜査室に配属されて警察任務に当たっていた。1979年1月10日、部隊名は NSS に解消された。1980年代の時点で NSS は モルディブ政府が保有する唯一の実力組織であり、軍隊というよりは、準軍事組織としての色彩が強かった。しかし1988年に発生した外観誘致事件は、近代モルディブにとって初体験の脅威であり、事後、国家保安隊の軍隊としての性格を強めるため、全面的な増強改変が着手された。2004年には、国家保安隊から、警察機能を切り離し、 軍民警察が創設された。そして2006年4月21日、近代軍として114回目の創設記念日に、国家保安隊は国防軍と解消された。アメリカ海兵隊との共同訓練で AK-74 を射撃するモルディブ海兵隊印象改定フラビ・ MNDF の主な軍手は、下記の3つである。軍令面では統合運用体制を採用しており、 三謀町の補佐の下で4個の地域別部隊が設置されている。また、地域別部隊以外の戦略級部隊として特殊部隊と公平部隊があり、特殊部隊は最高司令官の、また公平部隊は三謀町のそれぞれ直轄指揮下にある。モルディブのような海洋国家にとって海洋保安は重要な関心事であり、MNDF においてこれを所証するのが、 沿岸警備隊である。1976年、岩島に所在していたイギリス空軍基地から、21メートル急標的、A 光艇1隻、19メートル急航内艇1隻、上陸用、終艇4隻の譲渡を受けて、近代海軍として発足した。その後も、沿岸警備隊の運用終艇は、最大で25メートル級程度の小型艇に限られてきた。 しかし2004年のスマトラ島沖地震による津波は、モルディブにとっても大きな衝撃となり、これに関連して沿岸警備隊が概要で救難活動を展開する能力が欠如していることが問題となった。2006年4月、インド海軍は満載排水量260トン、全長46メートルのトリンカット急晶海底遺跡を供与し、これはフラビとして収益した。 またこれと並行してスリランカのコロンボ像戦所に発注して35メートル級小海底一隻が建造され2008年にシャヒードアリとして収益した。ありがとうございます。